スカイウェーブとは、スズキが、かつて製造、販売していた、スクータータイプのオートバイである。排気量は 250cc、400cc、650cc の3種類が、ラインナップされていた。なおスカイウェーブの日本国外向け使用者及び、日本向け使用者のスクーター、バーグマンについては、スズキバーグマンの項目も参照。 バーグマン4001998年鈴木発のビッグスクーターとして発売。折からのスクーターブームに乗って予想外のヒット車種となり、基本設計を共通とするスカイウェーブ400も同年10月に追加発売された。4バルブの水冷単気筒エンジンを搭載し、ユニットスイングながらもリンク式モノショックした上、前後13インチホイールを採用するなど、 走行性能にて他社と差別化を図った。2000年に CJ42A、CK42A 型へのマイナーチェンジを実施。スクリーン形状の変更や、シート下収納スペースにヘルメット2つを収納可能とするなど、利便性を高めた。2001年にタイプ S を追加発売。カスタムブームによる市場からの要望に応え、メッキバーハンドルや、 ショートスクリーンなどを採用した。バーグマン400万2002年式に等式、マルチリフレクターヘッドライトを採用するなど外装を刷新し、ビッグスクーター発となるフューエルインジェクションを採用した。2002年にフルモデルチェンジ。グレードについては250、400ともにロングスクリーン等を特徴とする、グレード名なしのモデルが発売された後、 ショートスクリーン等のメーカーカスタムを特徴とするタイプ S が順次発売された。また、スタンダード版をベースにグリップヒーター等を装備したリミテッドも後にラインナップに加えられた。2005年にはタイプ S をベースにスクリーンレスのフロントマスクやインチバーハンドル、スムージングシートが与えられたメーカーカスタム仕様のスカイウェーブ SS250、スカイウェーブ SS400 SS が 追加発売された。スコヨーウェイブ250タイプス2006年式エンジンの DOHC 化やフロントホイールの14インチ化、フロントブレーキのダブルディスク化などの基本性能の強化のほか、ビッグスクーター最大となる63リットルのシート下トランクスペース、鈴木社として初搭載となるスマートキーシステムの搭載など利便性にも配慮されたモデルとなる。 2006年にモデルイヤーとしては2007年式としてフルモデルチェンジ。メーカーカスタム仕様である250タイプ S が先行して発売されたが、その 400cc 版である400タイプ S やロングスクリーン等を特徴とするスタンダード版の250、400、スタンダード版をベースにグリップヒーターナックルガード、シートヒーター等を装備した、陶器仕様である250リミテッド。 4 0 0リミテッドが同年から翌年にかけて順次ラインナップに追加された。2007年にタイプ S をベースに電子制御 CVT であるサケイトを搭載したタイプ M がラインナップに追加された。当初はノーマル、パワー、7MT の3モードであったが2008年モデルからはノーマル、パワー、7AT、7AT パワー、7MT アシストの5モードとなった。 2008年には旧型ボディベースのまま生産、販売が継続されてきたスカイウェーブ SS がフルモデルチェンジされた。400cc モデルが廃止されたため、社名からは廃棄量を示す数字が削除された。また、同年には2 5 0タイプ S をベースとして、スマートキーを廃止した廉価版であるタイプ S ベーシックがラインナップに追加された。細部の仕様変更や、 ボディカラーの変更、ラインナップの整理などを繰り返しつつ10年以上に渡り継続販売されていたが、2017年9月、継続生産者への平成28年自動車、排出ガス規制適用により、メーカーから生産終了が発表された。後継モデルはバーグマン 400ABS となり、250CC モデルは消滅した。最終的には、 モデルライフ中に廃止となったグレードを含めると以下のバリエーションが存在する。発売当時は世界最大のスクーターといえる車種であり、638cc1c 直列に気筒を搭載。トランスミッションには二輪車発となる電子制御、CVT のサケイトを搭載し、ドライブモードとパワーモード、5速、MT モードとの切り替えが可能。また、一般的なスクーターは、 エンジンと駆動系を呼び、リアタイヤを一体で喧嘩したユニットスイングを採用しているが、当モデルは一般的なオートバイと同様にエンジンをフレームにマウントし、スイングアームにてリアタイヤを喧嘩している。余談ではあるが、大型自動二輪車オートマチック限定免許の排気量上限が 650cc に設定されたのは制度が決定された当時、 国内で販売されているニリン AT 社の最大廃棄量であったこの車両を基準にされたためである。また、他に試験車として使用できる車両が当時存在しなかったことから必然的に全国の自動車教習所や運転免許試験場に教習車や試験車として導入されることになった。スコヨーウェイブ650-2002年に発売された2004年に電動格納ミラー 大型バックレスト ABS を装備し、サイレンサーカバーなど各所にメッキ加飾を施した上級グレードの LX シリーズがラインナップに追加された。2005年にビッグマイナーチェンジが行われ、サケートの MT モードにオーバードライブが追加され6速化された他、イモビライザーの装備やメーターパネルに外気温計や燃費計が追加されるなど各種装備が見直された。 また、LX においては、スクーター発となる電動可動式スクリーンが新たに搭載された。2008年にラインナップが整理され、LX に統一された。2011年には、メーターパネルのデザイン変更などのマイナーチェンジを受けている。 2013年には初のフルモデルチェンジを受け、エクステリアデザインの刷新やエンジン及び駆動系の改良、メーターパネルのアナログ化などが行われた。なお、形式は CP52A のままとなる。2017年には平成28年排出ガス規制対応が行われ、その後も継続販売されていたが、2018年メーカーから生産終了が発表された。 1> 第1世代及び第2世代モデルのスカイウェーブ250タイプ S は、川崎重工業に OEM 供給され、アベニス150ベースのエプシロン150と合わせ、川崎ブランド唯一のスクーターモデル群として販売された。しかし、川崎鈴木両社の OEM 提携解消が発表され、2007年に総合 OEM 車種の販売も終了したのに合わせ、 エプシロンもカタログラインアップから姿を消した。650cc の大型スクーター、スカイウェーブ650発売鈴木工法、2002年5月22日、ABS を装備した大型スクーター、スカイウェーブ 650LX を発売、鈴木工法、2004年1月20日大型スクーター、スカイウェーブ650を一部改良鈴木工法、2005年1月24日、 ありがとうございます。